現在貯金をしっかり作り A クラスに位置しているタイガースですが、今の位置にいるのは投手陣の貢献度が非常に高いからです。特に中継ぎの安定感が素晴らしく、救援防御率は 1.63 で12球団トップの数字を残しています。課題はやはり打線。今シーズンも投高打低で、阪神に限らずどのチームにおいても打撃力は悩みの種になっています。阪神は日本一を達成した去年と戦力がほぼ変わっていないので、打撃力も心配なしと開幕前は思われていました。しかしいざ開幕してみると、主力打者たちが相次いで打撃不振に見舞われました。具体的には去年好成績を残した大山雄介、佐藤輝明、木浪聖也らです。彼らの成績が開幕からいまいち上がらず、佐藤輝明に至っては2軍落ちしています。さらに大山が今シーズンオフに FA 権を取得するため流出の危機でもあります。 FA 行使については大山本人も回答を濁しており、流出の可能性は十分にあるでしょう。現在成績が上がっていないとはいえ、阪神の不動の4番が抜けるとなると、チームに与える影響は非常に大きいです。このように現在のタイガースは打撃力、特に長打力に不安があり、他チームから取ってでも長打の打てる選手が欲しいところです。一方、投手は充実しており、2軍でくすぶっている力のある選手もいるので、投手と野手のトレードが阪神にとって大きなメリットであると予想できます。今回はこの投手と野手のトレードに焦点を当てていきます。阪神が欲しい長打力不足を補うこの選手。まずは阪神が欲しい他球団の野手について考えていきます。一番欲しいこの選手、オリックスの杉本裕太郎です。杉本は33歳、2015年にドラフト10位でオリックスに入団した社会人出身の外野手です。入団から5年間は成績が伸び悩み苦労した印象ですが、6年目の2021年に覚醒。134試合に出場し、打率3割1厘、本塁打32、打点83という素晴らしい成績を残し、オリックスの25年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献しました。2022年、2023年も中軸として活躍し、オリックスの3連覇を語る上で欠かせない選手の一人です。しかし今季は開幕スタメンで出場するも、15試合の出場で打率1割7分8厘、0本塁打、1打点と低迷。水本克己ヘッドコーチは、状態を上げるためにいろいろ考えてもがいて這い上がってほしいと、5月1日出場選手登録を抹消。代わって北亮と外野手が今季初昇格して登録されています。杉本は2軍で5月25日現在打率2割5分。実績のある選手なだけに、このまま1軍出場なく2軍でくすぶってしまうのではないかと多くのファンが心配しています。杉本と入れ替わりで昇格した北は、杉本と同じ右打ちの外野手です。33歳の杉本に対して北は21歳とまだまだ若いため、若い野手を優先的に使うのはチームとしては当然のことだと言えます。杉本がオリックスにこのままいても活躍できる可能性は正直低いでしょう。長打力に不安のある阪神にとって、杉本がもし加入すれば大きな存在になるでしょう。33歳のベテランなので、毎試合の出場は難しくなってくるでしょうが、代打での出場や休ませながらの起用なら現実的にありです。右の代打には原口文人がいますが、長打というよりミートが売りの選手ですし、一発のある代打の切り札としては杉本は適任になること間違いなしです。もちろん井上康太、前川右京、森下翔太、五坪日生など期待の若手外野手が阪神には多くいますが、実績のある杉本は彼らに好影響を与えてくれるでしょうし、共存は十分可能で相乗効果があるでしょう。このままオリックスに居続けるよりは、同じ関西の大人気球団である阪神でプロ野球人生を終えるというのも、杉本にとって悪い話ではないと思います。阪神の放出候補。阪神の投手陣の厚さを考えれば、やはり放出候補になるのは投手でしょう。
実績はあるが二軍でくすぶっている阪神の投手といえば秋山拓巳が真っ先に思い浮かびます。秋山は2009年に高卒で阪神に入団。入団後なかなか一軍で活躍できず苦労しましたが、2017年に大きな飛躍を果たします。25試合に登板し12勝6敗防御率 2.99 を記録。投球回数と勝利数はチームトップになりました。さらに翌年の2020年もチームトップの11勝3敗防御率 2.89、 2021年は10勝7敗防御率 2.71 とキャリアで合計3度の2桁勝利を達成し、十分な実績を持った投手です。ただ2022年シーズンに大きく失速、わずか5試合の登板にとどまり1勝3敗防御率 5.48 と厳しい成績に。一方ウエスタンリーグでは9勝を挙げ最多勝に輝き、格の違いを見せつけていました。2023年シーズンは1軍出場がさらに減りわずか2試合に。ただ2軍では8勝5敗防御率 3.95 と、防御率こそ良くはないですが8勝はリーグ最多タイで、ある程度の成績は残しています。そして今シーズンはというと1軍出場は未だにゼロで、去年まで良かった2軍でも1勝3敗防御率 7.71 とかなり危機的な状況になっています。年齢も33歳とベテランの域に差し掛かっており、厚い投手陣の阪神において今の秋山が入る隙は正直ないに等しいです。現状のオリックスは山本由伸の抜けや山岡大輔の離脱など投手不足に苦しんでいます。山本がいない分山岡に頑張ってもらいたいところでしょう。ただ技術はエースクラスのものを持っている山岡ですが、ここ最近試合中盤からすっぽ抜けが増えるなどスタミナ不足が課題として現れてきています。このような現状を打破するため、実績豊富な秋山はオリックスにとって十分に需要のある選手だと考えられます。ただ秋山一人でオリックスが3連覇の後継者である杉本を放出するかというと難しいでしょう。そこで秋山プラス誰か一人と杉本のトレードを予想してみたいと思います。阪神の放出候補プラス1、秋山プラスもう一人の放出候補、一人目は鈴木優斗です。ドラフト2入団の大卒3年目のサウスポーで、未だに一軍出場はありません。1年目はファームで13試合に登板し防御率 8.06 とかなり厳しい成績を残していますが、2年目は21試合に登板し防御率 3.69 と大きく改善しています。3年目となる現在は2軍で6試合に登板し防御率 3.75 とまずまずといったところです。投げる球自体は素晴らしいものを持っており、左にして最速152キロのストレートにスライダー、カーブ、ツーシームを投げます。クレイトン・カーショーを参考にした二段モーションでボールの出所が見づらいフォームになっています。ただ肝心の課題はコントロールです。2月12日に沖縄で行われた阪神の紅白戦で白組の2番手として2回から登板しましたが、1安打5四球1失点で降板。本人もすごく悔しい、マウンドで弱気になってしまった、もっと考えて工夫して練習していく必要があると申請。岡田監督は2軍視察時のブルペンではあんないいボールを投げ取ったのにそれを出せたらのう、まあまだまだチャンスはあると今後に期待している様子でした。まだまだ3年目でこれからの選手なので、コントロールが良くなれば大化けする可能性を秘めています。即戦力にはなりませんが、数年後を見据えた戦力を考えると鈴木はトレード候補としてありだと思います。もう一人の候補2人目は森木大地です。バランスの取れたオーバースローから繰り出す最速155キロのストレートを中心に、変化球はツーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリット、カットボールなど多彩な球種を投げ分けます。2021年入団時点で二軍監督の平田勝雄も、素晴らしい、コントロールもスピードも球のキレも言うことないと絶賛していました。1年目に1軍で2試合に登板していますが、結果は残せておらず、そこからは2軍生活が続いています。
今シーズンの森木はかなり苦労しています。2軍で7試合に登板して防御率は 9.31 と厳しい成績に。4月5日の中日戦では6四死球を与えるなど大荒れし、5失点で1回持たず降板しています。和田2軍監督は試合後、ずっと悪いわけではないんだけど、悪くなった時の収まりがつかない、本人も苦しいだろうけどここを乗り越えないと、ストライクゾーンで勝負できないと守っている野手も影響を受ける、悪い時のレベルを上げていかないと、悪いなりにまとめてほしいとコメント。一流投手は調子が悪くても悪いなりにまとめて試合を作りますからね。森木も鈴木同様に素材は申し分ないので、まだまだ若いですし、将来を見据えた補強としては十分ありだと思います。ついにトレード、阪神移籍で豪打爆発するか。この選手、秋山のトレード相手としてオリックスをご紹介しましたが、他の候補としては日本ハムが挙げられます。日本ハムは今季調子がここ数年と比べるとかなり良く、ソフトバンクに続く2位をキープしており、貯金もしっかり作っています。日本ハムは昨季オフの補強で先発ローテが充実しました。現在ローテの柱となっているのは伊藤大海と加藤貴之の生え抜きコンビに加え、オリックスから新加入の山崎福也、3年目の北山紘輝などある程度は揃っています。とはいえ、難敵ソフトバンクに立ち向かうためにも投手は大いに越したことはありません。実績十分の秋山なら即戦力になってくれること間違いなしです。何より新庄監督の性格的に、秋山のような過去活躍した選手を再生させるという思いが強そうです。一時期藤浪を獲得しようと熱望していたことからもわかります。では秋山と誰をトレードするのか。もともと長打力が光っていたこの選手、清宮幸太郎です。清宮は入団から3年連続7本塁打と高卒としては悪くない滑り出しでしたが、高校通算111本塁打という記録もあり、期待外れだと言われていました。そんな伸び悩んでいた清宮を救ったのが新庄監督です。痩せろという新庄監督の助言のもと10キロ減量、体を絞って臨んだ2022年シーズンでは18本塁打と自己最高を大きく更新し、規定打席にも到達、見事に減量が功を奏しました。2023年シーズンでは10本塁打とホームランは減りましたが、前年の打率2割1分9厘から2割4分4厘、出塁率3割5厘から3割4分4厘と確実性という面で改善が見られました。長打率に関しては2022が4割2分9厘、2023が3割9分と高い数字を残しており、減量しても長打が魅力の選手というのに変わりはありません。そしてさらなる飛躍を目指して臨んだ今季ですが、1軍9試合に出場し打率8分3厘とかなり苦しんでおり、5月6日に1軍登録を抹消されています。ただ2軍では打率2割7分1厘と悪くない数字なので、チャンスがあれば再び昇格の可能性は十分あると思います。ポジションについては清宮はもともとファーストでしたが、今季からサードにも挑戦しています。ただもちろん阪神のサードにも長打力が魅力の佐藤輝明がいます。とはいえ佐藤は今季かなり不調で守備力の悪さもあり、5月15日に2軍落ち、現在は糸原健人と渡辺亮がサードでスタメン起用されています。ただ2人はもともと代打要員で、特に糸原は左の代打の切り札として昨季も活躍しました。長打という面では2人ともあまり期待はできないので、佐藤の代わりというのは難しいというのが現状です。清宮なら長打を十分狙えますし、佐藤の代役として機能します。もちろん佐藤を使わないというわけではなく、互いに競わせることで相乗効果を期待するという意味合いもあります。矢野監督時代のように佐藤を外野で使い、清宮はファーストで使うという選択肢もありかもしれません。また大山が来季 FA 移籍する可能性も考えると、ファーストも守れる清宮はかなり需要が高いです。このようにサードとファーストという今後不安のある2つのポジションをカバーしてくれるので、
阪神にとって清宮はぜひとも欲しい選手になってくるでしょう。実績を考えると秋山と清宮の1対1トレードでは少し不釣り合いかもしれません。秋山と清宮プラス金銭という可能性もあります。ただ今期の年俸を見ると秋山と清宮が4400万円で同額です。年俸イコール選手の価値と考えれば同じ価値と判断できるので金銭はないかもしれません。またこのトレードがもし実現すれば球団の新天地で輝けという思いも強そうなのでお金はそんなに欲しがらないでしょう。金銭があっても1000万円未満になるかと予想されます。せっかく育てた清宮を新庄監督が手放すわけないだろうという意見もありそうですが、長打力不足に悩む他球団への移籍、しかも大人気球団で自分も所属していた阪神となれば親心で放出する可能性は十分あります。実現しそうなトレードについて今回はご紹介しました。秋山、杉本、清宮の大型トレードはどちらが成立すると思いますか？別の案はありますか？あなたのトレードについてのご意見、ご感想をコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。